小葉健太郎君。それでは、まずお伺いしたいのは、今回のシステム機構法案は、現在内閣委員会に付託されているマイナンバー番号法案の関連法案という位置づけでございます。そこでまず番号制度全般について伺っておきたいと思います。番号制度をめぐりましては、納税者番号制度とか社会保障番号制度など、長きにわたってさまざまに検討された経過がございます。しかしこれまで何度も検討されながらも、なかなかこの番号制度の導入というのは実現できなかったと思っておりますが、このできなかった理由について政府の認識を伺いたいし、また番号制度を導入するそのものの意義、社会情勢の変化等についても併せてご答弁をいただいておきたいと思います。山際内閣府大臣政務官。今が委員からもご指摘ございましたように、この国民、背番号って話もございましたけど、番号に関しましてはもう40年近くですね、議論が進んできたものと認識してございます。その中で一番大きなものは、その個人の情報に関してを国家が管理をすると、このことに対して国民が危機意識を持っていたというのが大きいと思います。しかし、この世の中がどんどん変遷するに従いまして、その IT 化というものが普通に進んでまいりまして、この IT というものが我々国民の生活にどれだけ利するものかということがだんだんですね、国民全体に理解されやすくなってきたという、そういう環境変化があって、この度このような法案を提出できるような、そういう運びになったというふうに認識してございます。そしてまたその意義はですね、これからますますIT 社会が進んでまいりますので、その社会システムの根本になりますインフラといたしまして、この番号というものは大変重要だと、このように認識してございます。小葉健太郎君。本当にかつてでしたらこんな法案はなかなか難しいところだったんだろうと思いますが、今おっしゃるような、社会情勢の変化というのも大きなものがあったと思うし、これからさまざまな施策をしていく上でこういった制度の活用の問題も出てきたんだろうと、その背景を思いながら、今回の法案ですが、これ民主党政権において、この税と社会保障の一体改革と連動する形でこの番号制度が議論をされまして、180国会にもマイナンバー法案、関連法案提出されております。しかし残念ながら、なかなかこれ修正協議が合意に至りませんで、継続審査のまま181国会で衆議院解散に伴い廃案になっております。その後、この衆議院選挙の結果を受けた後、第二次安倍内閣が発足した後、この3党で進めていた修正協議を踏まえた上で、この法案が出てきたという経過でございます。今回の番号法案は180国会に提出された法案と比べてどのように修正されたのか、各党が主張した修正のポイントと合わせて、経過を伺っておきたいと思います。内閣官房社会保障改革中村担当室長。はい、番号法案につきましては、第180国会に提出されました旧法案を、国民の利便性、個人情報保護等の観点から修正した上でご提出申し上げております。具体的には、自民公明両党による修正といたしまして、基本理念の追加、特定個人情報保護委員会の所掌事務の追加、利用範囲の拡大などの見直し規定の追加などの修正を行っております。また自民党による修正といたしまして、個人番号の通知を通知カードの送付によって行うこと、個人番号カードの利用範囲の拡張などの修正を行っております。また公明党による修正として、特定個人情報保護委員会の法施行後1年を目途とする見直し、また情報弱者のマイポータルの活用、自治体クラウドの推進などの修正を行ったところでございます。小葉健太郎君。加えて、いわばどういう修正を行ってきたかといえば、どうやってその安全性を確保するかという問題とともに、やっぱり利便性を確保するときにどういった背景があるかというようなところを、ある意味では自民党さん、民主党さん、そして私ども公明3者でこれは協議をしたときに、意外にというのは変ですが、さっとまとまりまして、その上でこういった形で、提出をできたという経過をあることだけは私の方からもご紹介をさせていただきたいと思います。
今回の番号制度の導入にあたりまして、インターネット上に個人用ホームページ、マイポータルが設置されます。これによって個人の、自己の個人情報のアクセス記録を確認したり、自分の個人情報を確認したり、プッシュ型サービス、いわゆる申請を待つのではなくて、情報側からお知らせすると、先ほど、中村さんおっしゃっておりましたが、そういうものをできるように、ワンストップによる各種申請を自宅から行うというようなことも可能になってくるというようなこと、ある意味では、国民が利便性が高まったと感じられるよう、使い勝手が良くしていくことも重要だと思います。このマイポータルには、公的個人認証サービスを利用する個人番号カードでログインする仕組みになっております。この個人番号カードは、行政機関の窓口申請での本人確認の身分証としても使うというようなことになるわけでございまして、市町村が地域住民の利便性向上に資するものとして、条例で定める事務等について、この個人番号カードの IC チップの空き領域を利用することができるというようなことにもなっております。具体的にこうした機能を有効に活用して、利便性を一層高める工夫を期待したいと思いますが、現在具体的な事務の要望はあるのか、もしくはどのような事務が想定されているのか、今後の見通しをお聞きしておきたいと思います。中村社会保障改革担当室長。マイポータルにつきましては、今委員からご紹介いただきましたようなさまざまな機能が期待されているところでございまして、マイポータルで実際に提供するサービスの詳細について、行政サービスの向上、国民利便性の向上の観点から関係省庁とも連携し、引き続き検討する必要があると思っております。そういった観点から、現在マイポータルの活用について現在調査等を行って検討を進めているところでございます。現時点では先ほどご紹介いただきましたように、利便性向上するということで、例えば社会保険料控除の対象となる保険料などの確定申告に役立つ情報をマイポータルで確認できるようにすることで、確定申告などの負担の軽減が図られるようなこと、また委員からご紹介いただきましたように、行政側からいわゆるプッシュ型サービスで お知らせすることができることによって、よりきめ細かな社会保障サービスについて、それぞれの利用者の方が自分はそのサービスに該当するんだということで、いわゆる申請主義 の欠陥を補う機能も期待できますし、災害発生時には発生後に被災者は避難先からでも関係機関から被災者支援制度に関するお知らせ等を取得することが可能になるというようなことを詰めておりますけれども、いずれにしても冒頭申し上げましたように、引き続き検討してまいる必要があると考えております。いいですか。いい。小葉健太郎君。個人番号カードですね、それから通知カードの交付事務について、市町村の市町村長の法定受託事務なんですが、政府の資料を見ますと、その個人番号通知カードの発行について、全市町村が共同で委託することを想定、民間事業者の活用も視野って書いてあります。この全市町村が共同で委託するということで、このシステム機構が想定されているという理解でいいのかと。これは一つです。もう一つは、この個人番号の漏洩などに対する懸念が、これは非常に大きい中で、民間事業者の活用も視野ということは、具体的にどのような発行方法が念頭にあるのか、ちょっとここの点について伺っておきたいと思います。望月自治行政局長。委員のご指摘のとおり、全市町村のカード発行業務等を、地方公共団体情報システム機構に委託することが想定されております。ただし、機構に委託した場合でも、個人番号カードの発行にかかる課内の業務をですね、機構単独で行うことは困難であることが場合によっては想定されます。で、こうした場合に、機構から民間事業者に業務委託する方法もあるのではないかということが一応考えられる可能性としてはございます。仮にこのようなことになった場合には、これからの議論ではございますが、機構から民間事業者に通知する申請者の情報等は、専用回線を使って通信すること、あるいは民間事業者が機構から受け取る申請者の情報等を暗号化をいたしまして、解読が不能な
体なものとして渡すといったことなどのさまざまな措置を講ずる必要があることというふうに考えます。いずれにいたしましてもこれからの課題でありますので慎重に対応してまいりたいと考えております。小葉健太郎君。もう一点やっぱりこの通知カードの送付とかですね個人番号カードの送付については、まあ、市町村長が行うこととされているわけですね。そうするともうかなり多額の事務費用が発生すると想定されます。やはりこういった問題はその地方交付税不交付団体も含めて市町村に対して国が適切かつ十分な財源措置を行うべき、いわば地方自治体に迷惑をかけるべきではないとこのように思っておりますが、副大臣の見解を伺っておきたいと思います。坂本総務副大臣。委員ご指摘のとおり、市町村の仕事になってくるわけであります。通知カードの送付費用等につきましては、地方を含め、関係各方面の意見を十分聞きながら、今後、財政当局と議論をしてまいりたいというふうに思っております。また個人番号カードにかかる費用やその交付にかかる手数料につきましても、住基カードの扱いを勘案しつつ地方の意見を十分に踏まえて、いろいろな観点から検討をしていかなければいけないと思っているところであります。小葉健太郎君。やはりこの問題は利便性の問題とともに一方でやはり個人情報の漏洩や不正利用等に対する懸念があると、ここが一番大きなポイントの一つでもあると思います。我々もやはりこの点について国民のこういう懸念を払拭するためにさまざまな方法を取らなければならないと思いますし、こういった懸念に対して現実面政府は制度面とかシステム面からどのような対策を講じて制度導入後にはどのような監視体制でこの情報漏洩等を把握して実際にもし情報漏洩等が発生した場合にはどういう方法で対処していくのかということについて副大臣からお伺いするとともに、最後にせっかく大臣お座りになられましたんでそういった懸念もある利便性のことについても非常に期待もある期待と懸念とあるこの制度でございますが、これについて導入にあたっての大臣の決意を最後にお伺いして終わりたいと思います。坂本総務副大臣。これも委員おっしゃられますように、不正使用あるいは個人情報の漏洩等につきましては、法制度面とそれからシステム面の両面からこのような懸念に対応しなければならないと思っております。具体的には制度面における保護措置といたしましては、まず一つに番号法の規定によるものを除き個人番号の利用収集保管提供などを禁止いたします。2番目にシステム上個人情報が保護される仕組みとなっているかを事前に評価する特定個人情報保護評価の実施をいたします。3つ目に第三者委員会特定個人情報保護委員会というものを設立いたしまして委員会により夜監視監督を行います。4番目に情報提供ネットワークシステムを利用した情報の提供における提供記録の保存をいたします。こういった措置を講ずることにしております。システム面におきます保護措置といたしましては、一つに個人情報を一元化せずに分散管理をする、二つ目に情報提供ネットワークシステムを利用した情報提供に際しての個人番号とは別のまた符号を作ると、三つ目にアクセス制御によりアクセスできるものを制限すると、そして通信の暗号化ということを措置を講ずることにしております。万が一漏洩が発生した場合のために市町村長は個人番号が漏洩して不正に用いられる恐れがある場合本人の請求または職権によりまして新たな番号を設定するということにしております。また個人番号を含みます個人情報が漏洩した場合は特定個人情報保護委員会は特定、個人情報を取り扱います行政機関等に対しまして立ち入り検査などを実施しまして、違反を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告命令をすることができるというような措置を講じているところであります。新藤総務大臣、一言でよろしくお願いいたします。遅れてまいりまして失礼いたしました。ぜひですね、これは今回のものは
国民の共通基盤として生活の利便性を上げていくために導入するものであります。ですから運用にあたりましては十分色のないように、また支障の出ないように、この取り計らってまいりたいと、このように思っております。ありがとうございます。終わります。